かかりつけ大工住まいの相談所。第1、第3木曜日にお送りする住まいの相談所。皆さんからいただきました住まいに関するご質問に、株式会社有権の、もうおなじみでございますが、はい、かかりつけ大工の山田正明社長にスタジオにわざわざ来ていただいてお答えいただくというコーナーでございまして、山田社長おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、はい、今日は早速ですけども、どんなお話でございましょうか。はい、今回はですね、 YK さんからいただきました結論に困ってますというご相談ですね。結論お答えしていきたいと思います。はい、住まいの相談所ホームページでもお答えしておりますので、ぜひ確認しながらお聞きください。はい、はい、結露で気になるのは冬の窓周りの結露が一番よく目立つので、そうですね、そこに、思うことがあると思うんですけど、ご質問も周りの木材が少し黒く腐ってきてます、すぐにでも直した方がいいですかという問いかけなので、周りの木材とおっしゃられているので、冬場の窓周りの結露のお話かとやっぱり思うんですけど、はいはい、ですが、実際の結露はですね、目立つ冬場の結露だけではなくて、夏場でも目に見えないところで結露している可能性が実はあるんです。え、夏ですか。はい、どういうことなんでしょうか。はい、結露はですね、温度が高く湿度の高い空気が冷たいものに触れると発生します。はい、はい、氷水のコップの周りが結露している状態ですよね。そうですね、結露する温度っていうのが露天っていうものがあるんですけど、それを知るにはですね、ちょっと添付させていただきました、ちょっと表があるんですけど、空気線図というグラフがあるんですよね。こちらをちょっと見ていただくとですね、今日スタジオにこう準備させていただいて0、1、0、2とあるんですけど、はいはい、実際のこう空気の温度っていうのに例えてみると、実際こう思った以上に簡単に結露するって分かるんですね。例えばですね、暖房を使ってる冬、室内22度、湿度 50% だとするとね、11度で結露するんですよね。逆に冷房を使う時の夏ですね、室外35度、湿度 70%、室温に、まあ、28.7 度のものに触れると結露してしまうってことになるんですよね。これで普通にあり得る環境だと思います。いや、この数字聞くと全く普通にねえあるし、そうですね、この時期だともっと湿度も高いかもしれない。逆にそうですよね。そうですね、ポイントとしてはですね、冬場は室内側で結露が出やすいんですよ、はい、夏場はですね、室外側で結露が発生するってことなんです。はー、なので冬場の結露は目に見てわかるんですけど、夏場の結露ってピンとこないっていうのはこのためなんですよね。外は暑いのに部屋の中はエアコンでガンガン冷やすから、外側に結露が出るってことですね。そうですね。でも室外側に結露するっていうのは建物にとって悪いことってあるんでしょうか。そうですね、とても悪いことが起きるんですよね。室外側というのはですね、壁の中になりますよね、はい、壁の中に結露するということを内部結露と言います。熱がこもり湿度も高いとなるとカビが発生しますよね。カビが発生すると健康被害も気になるんですけど、内部結露はですね、建物の寿命を大きく下げるってことは分かってるんですよね。いやー、いやだな、それは避けたいですよね。でもなんかその対処方法ってあります？そうですね、最も簡単な考え方ですね、暖房を使うときは室温を上げすぎず加湿を控える、夏場は冷房の温度を28度程度に設定し、室温を下げすぎない。そして冷房暖房どちらも使うときに言えるんですけど、結露する側の空気を循環させること、これが対策になるんですよね。工事として、改修工事として結露を抑えるって話になると、今の話をやっぱりきちんと抑えると断熱工事、これきちんとやることで、さらにですね、気密工事、まあ、最近高気密高断熱って言い方しますよね。これセットでやっぱりやらないと意味がないので、外壁側の空気を、循環させるっていうことをする必要性があるので、これ通気工法と言われるものを利用して、内部結露を乾燥させる役割を担うんですけど、そういうことをすることによって建物の寿命が大きく伸びるんです。これらはやっぱりお家の状況によっても異なるので、まずは専門家へご相談いただければと思いますね。なるほどね。結露って冬だけのものだと思ってました。本当に驚きました。そうですね、はい、さあ、このように皆さんの住まいのお悩みはもうどんなことでも構いません。かかりつけ大工の住まいの相談所へぜひご相談ください。相談受付のページには、どういう風のホームページのバナーからもアクセスすることができます。はい、山田社長、次回のご出演はもう来月ということになりますね。はい、8月の6日の木曜日のこの時間にお伺いさせていただきます。次回はですね、夏休みの前、泥棒対策についてという形でお話しさせていただければと思います。これまた意外、そういう話も、これの関係、そうですね、これはね、うちのスタジオにもね、2回ぐらいありましたから、よく聞いておきたいと思います。はい、今日はかかりつけ大工でおなじみ株式会社有権山田社長にお話を伺いました。山田社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。